はい、どうもこんにちは、ロクゼロフレです。前回紹介したこのクレーンゲームっていうお菓子なんですが、こちらね、こうやってすくえると、これね、いずれかはなくなるだろうと思うんですけれどもっていうか、なくなるね。でも今回は寄りかかした、こちらの4つの中に入りそうなものを買ってきたので、今回はこちらの4つのものを紹介したり、入れて入るかを試してみたいと思います。で、まず入れるんで、中のミンチとかは抜いちゃいたいんですよね。この中入れちゃおう。入った、 OK、 この中に無事入りました。で、多分こちらのミンツはあのコーラ味のやつと全く同じだと思います。じゃあ早速入れていきたいと思います。まずはこのミンツです。ミンツトリオっていうやつです。で、これは袋を破かないといけないんで、ちょっともしかしたら僕今風邪気味なんで、喉がガラガラでいつもよりちょっと声が違うかもしれません。よいしょ。はい、こんな感じで開けます。はい、で、こちらがあのね、エナジードリンク味で、こっちがブルーベリー味になっております。これは絶対救えるでしょ。これ左右に引いてくださいって書いてあるんで、左右、あれ、左右に引くってどういうことだ、こういうことか、違うな、どう、あ、こういうことか、これって上下じゃね。はい、こっから出てくるようになります。これも同じです。こうか、こうして、あれ、あー、左右に引けってどういうことか分かんないぞ。こっちも同じように開けたいの、僕は。だが開きません。左右に引けってこういうことか。これでずらしてポンと開ける。開けます。適当に爪でいじってたら開きました。じゃあこちら投入していきましょうと思います。全部投入するとあれなんで、あ、ちょっと待とう。入れるのは後にして、食べよう。まずエナジードリンク味いただきます。うん、味濃いね。次ブルーベリー味。どちらも普通に美味しいです。僕今風邪気味だからあんま味が感じられないんですけど、これドラキュラの元ガム。こっちなんか裏表絵が違っていて、こっち今僕正面見てて血がちょっとだけ、でもこっちはガムを見て下ベロが真っ赤。これお口の中が赤くなるガムらしいですけれども、開けましょう。ガム系は熱いところだとね、すごい溶けちゃってベタベタしちゃうんですけど、今ちょうど冬なんで大丈夫だと思います。開けます。お、真っ青だ。しかもこれでかいぞ。無理かもしれない。ちょっと1個入れてみます。うわー、無理じゃね、これ。ちょっともう一回出てこい。これ無理な気がする。入るか。あ、やった入った。これやってみますね。いけるかな。お、よ、お、お、取れた。あ、でもこっからむずくね。こっ
からむずいぞ。おー、でも入るかな、こんなか。入んないっすよね、やっぱり。やはり入んないか。そう、取れるは取れるんだけどね。このままこの中入って、入って、出てきて。はい、こちらのドラキュラの元ガムは、ただただ詰まるだけです。ただ詰まるだけ。おいよ。はい、こっちはちょっとあれですね。じゃあちょっとまあ味を確かめましょう。うん、コーラ味、コーラ味おいしい。本当に口の中赤くなるのか、ちょっといっぱい噛んでみて、僕のベロだけ映したいと思います。結構噛んでみました。どうですか、赤いですか。一応これサングラスかけて、サングラスいらないな、これ。すごい赤くなってます。これ楽しいね、意外と。うん、いい感じ。はい、まあドラキュラの元ガムが失敗だったんですが、こちらのミンツは入るっぽい感じなんで、こちらのミンツだけちょっと入れてやっていきたいと思います。エナジードリンク味豆乳、大体こんぐらいでいいかな。次ブルーベリー味、おー、ちょっと出てるぞ。こちらに投入していきます。よし、じゃあ取っていきたいと思います。やります。ここにいっぱい入ってます。お、エナジードリンク味が取れました。意外と取れますね。はい、エナジードリンク味ゲット。うん、惜しい。続いてブルーベリー味狙っていきましょう。お、ダブル。ほら、エナジードリンクが出てきた。こっちからブルーベリーとエナジードリンク、はい、両方出てきました。こちらのミンツとかは、ですね、入るんで、皆さんもぜひぜひこちらに、このクレーンゲームに合った商品を買ってみて、ぜひ取ってみてはどうでしょうか。バイバーイ。じゃんけんぽい。チョキでした。また見てねー。